札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、このゲームの模様をお送りいたします。ファイターズの先発はベテラン金子、対するイーグルスの先発はエースの則本、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。右の金子マウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは小深田、背番号0。さあ次の投球、投げました、打った、中島ボールを掴んだ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番鈴木、背番号7。第2球打ちました、ビアヌエバ取った、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番茂木、背番号5。1球目ストライクから投げた、これは引っ掛けた、掴んで、これで3アウトになります。金子まずは初回をきっちり3人で仕留めました。2回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者浅村、第2球投げた、打ちました、中田ボールを取る、金子取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。背番号35。第5球投げた、145キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。ロメロ背番号第4球はストレート、空振り三振、2者連続三振、金子最後はスイングアウトの三振で仕留めました。2回の表が終わって0対0です。ファイターズリードで迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で渡辺、第9投げた、低め見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、ボール投げました、見送ってボール。第4球を投げました、スライダーボール。次は5球目、フォークはストライク、キレのある変化球。投球はこれから6球目、あっと左中間大きいぞ、伸びた、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、ストレートを完璧に捉えました。スタンドからの祈りが活力となりました。素晴らしい一発をベンチも祝福。3回の表、3点を追いかけますイーグルスの攻撃。この回の先頭バッターは銀次、第3球を投げました、打った、抜けた、銀次いいバッティングを見せました。バッターは8番太田、背番号2。ファイターズここはバントに警戒します。投げました、初球送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、一塁はアウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。背番号8。第9投げました、打ちました、初球打ち、一二塁間へアウト、ファイターズなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは小深田、見逃しの三振、金子3球で仕留めてみせました。3回の表が終わって3対0、ファイターズ3点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。この回のトップバッターは鈴木、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。打った、中島取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番茂木、第1打席は内野フライに倒れています。第9投げた、初球を打ちました、ボールはライナーでセンターへ、西川掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の浅村、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げた、打ちました、ピッチャー真正面、ピッチャー返し、そして今拾い直した、アウト、3アウトチェンジ。金子ここまできっちり一安打ピッチングが続いています。4回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは渡辺、投げた、初球打ってきた、ダイレクトフェンスに当たった、渡辺一気に二塁へ、渡辺いいバッティングを見せました。今日これで
5回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは島内。第一打席はスイングアウトの三振に倒れています。高め、空振り三振。金子ナイスピッチング。右バッターボックスは6番ロメロ。今日の第一打席はスイングアウト、打ちました。ビアヌエバ掴んだ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番銀次。初球ストライクから第2球投げた、あっと引っ掛けた、これは内野へのフライだ。キャッチャー落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。金子、ここまできっちり一安打ピッチングが続いています。ファイターズリードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という場面で渡辺、今日2打点を挙げています。さあ次の投球、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げました、きた、いった、一直線、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン。渡辺、今日これが2本目のホームラン。ストレートを狙い打ち、6対0ファイターズリードを6点に広げます。さあチームメイトからも祝福を受けます。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターは太田。第1球初球打ち、引っ張った、サード右、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは辰巳。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。初球を打った金子、ボールを掴んだ、ピッチャーから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って小深田。今日はショートゴロと三振、打ちました、取りました、これで3アウト。金子三者凡退に抑えています。6回の表が終わって6対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。この回の先頭バッターは鈴木。今日はサードゴロとショートフライ、投げました、初球から打ってった、これは内野ゴロ、一塁へ送る、金子取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、見逃し三振。バッターは指名打者浅村。今日はファーストゴロとピッチャーゴロ。投球はこれから3球目、打った、レフト前に出る、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。金子好投を続けています。7回の表が終わって6対0です。ファイターズリードで迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面で渡辺。今日は3初球打ち、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投球これから2球目、打ちました、ヒットになります。渡辺ナイスバッティング。8回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは島内。ここまで2打席連続三振。第3球を投げました、打ちました、ピッチャー横のフライになりました。ピッチャー落下点に入りました、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番ロメロ。今日は三振とサードゴロ、打ちました、ショート正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番銀次。今日3打席目。第4球を投げました、打ちました、センターフライだ、浅い当たり、掴んでこれで3アウトになります。金子、ここまできっちり一安打ピッチングが続いています。イーグルス何としても得点を挙げたい9回です。バッターは内田。次は4球目、投げた、見逃し三振。バッターは代打ブラッシュ。イーグルス代打攻勢に出ます。バッターブラッシュ、背番号69。第9、打ちました、初球打ち、ショートバウンド取った、アウト。渡辺軽快な守備を見せました。勝利まであと1人。打順は1番に帰って小深田。スタンドからは大きな声援が上がっています。初球を打ちました、レフト方向へ持っていきましたが、レフト取りました、試合終了です。金子見事な完封勝利、ファイターズ圧勝です。本日の勝利投手は金子、敗戦投手則本でした。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。